最近高田の名前出すことなんか別に、出し、だって出そうとも思ってないし、出さないにしようと思ってない。なんかでもね、なんていうのかな、言葉選びながらだと言えないからすっげえ感じ悪くストレートに言っていい。なんかイベントのこととかの動画見たんだけど、なんか、彼自身がそんなイベント成功させたこと一回もないのに、なんでそんな偉そうなこと言えるんだろうっていう。だって年末のイベントだってさ、俺が客呼んで、俺が秘密を話して、テクサが準備して、高田ゲスト何してたんだよっていうふうに俺は思っちゃったんだよ。で、宣伝しろって、俺宣伝あんましてねえけど、120人で俺の客100人だったんだよ。で、向こうの客110人。まあ、宣伝はしてたんだろうけどさ、宣伝することが目的じゃなくて多分あれって、俺違うんじゃないかなっていう。なんか、努力を認めてほしいんだったら他の男行った方がいいと思う、俺は。っていう感じかな。いや、なんか感じ悪くなるって、いや本心をさ、言わされると、な感じ悪くなるから言わせんなって言っただろ。で、なんか、放送がうまくいかなかったら、俺の視聴者のせいにして、いやいや、それはお前の放送が面白くなかっただけだよって、俺は思っちゃうの。別に NG 機能使えばいいじゃん。って思っちゃうんだよな。言いたいことは言っておけ。いや、別に言いたいこと、感情悪くなっちゃうから嫌だったの。俺別にあいつのことを思って言ってなかったとかじゃなくて、俺自分の評価下がるの嫌だから、嫌だったの。